うわぁ、でっかいトラック来たー。というわけで今回は、分け合って没にした、旅動画の供養企画です。今いるのは大阪平野の東の果てですね。これから狭い山道に挑みます。生駒トンネルだったかな、心霊スポット巡りと、環境破壊パネルの工事現場をつなぐ道、どっちに行けばいいのか、一瞬わからなくなる。東京もそうだけど、日本の道路って本当にクソ狭いですよね。そこまでして山を切り開く価値はあるのか、過疎化が叫ばれる地方集落もあるようですが、環境を破壊して作った土地に、経済縮小する中で固執する意味はあるんですかね。ちょっとハラハラしながらサイクリストを抜きます。こんな坂に自転車で挑むなんて、つくづく鉄人ですね。見るからにこの先ヤバそうな標識をくぐり抜け、センターラインはなくなっていくのだ。ちょうど夜が明け、通勤の時間帯と被っている。毎日この峠を越えるとか、藤原匠かよ。見ろよ、ガードレールが二連装になってるぜ。交通量が多いならトンネルぶち抜けって？ありますよ、すぐ南に。有料だけど、毎朝通勤で使おう、というのは考えづらいよな。遅刻しそうな時の緊急ラインだろ。リモートワークが一般化する中で、生活費を抑える鍵は都会中だ。とどっかの新聞社が言っていました。でも、都会に出るためにこんな峠を越えるとか、一本しかない国道が大渋滞を起こしているとか、そんな地方都市なら車乗るのに地獄を極めるぞ。おいなんだここ、中国の山奥に、地元民がアスファルトを敷設したのか。すれ違い無理だろ、雪なんか降ったら、上り側が再発進できるかわかんねえな。うわ、左の雑草にバンパーが当たってる。逆に考えるんだ。草に接触する感覚があるところから少し左に寄れば、道路幅を使い切れていると。ヤギツ峠の上半分に、草を生やしたような場所ですなぁ。これはプロジェクト D 関西遠征編で、下りは B と、上りはラネボあたりと戦ってほしいですな。なんでラネボばかりなんだ、ゲップが出そうだぜ。上りも下りも、パワーではなく軽さにこだわったセット相手に、最終回レベルの苦戦を強いられろ。警笛鳴らせ、の標識もあるんだよな。鳴らして何になるんだよ。向こうに聞こえてると思えないし、ヘッドライトつけた方がよっぽどいい。なぁ、いつまで登るんだ。私が聞きたい。こんないきなり飛び込んでくるんですよ。マジ基地すぎだろ日本のクソ道路インフラ。またいたし、日本にはもっと、安全に走れる道路を敷いてほしい。苦労して登った甲斐はあった。景色は素晴らしい。トイレ休憩だけしていこう。暗がり峠だっけな。車系 YouTuber が必ず行くところが、近くにあるらしい。私もリクエストはいただいてますが、ありきたりなところだと、行く気失せちゃうんですよね。眩しいよなぁ。メガネの上から快適に使える、何かいいサングラスないですか？トンネルをくぐってからはダウンヒル、奈良県に入っていくぞ。茶畑なんでしょうか？異常なほど勾配が険しいところに、茶畑ってあるイメージ。あー眩しい、幻想的な夜明けだ道路クソだけど。しばらく下ってきて、住宅街を駆け下りる山道、すごい急勾配だ。雨や雪の日の制動距離増加を考えると、こんなに殺人的な下り坂はない。どこに行ってるのか自分でもよく覚えてないけど、確か北の方に、心霊スポットと誰かが適当に行ってる池があるんだよね。ここなんですよ。松の木も生えてて、松尾芭蕉が一句読んでそうな池でしょう？道路が池を分断している、珍しい地形をしているな。昼間だから、池を加工森林という構図が、現実離れした秘境、という世界観を作っているね。奥の方にはボートやお店もあって、地元の人がよく来る、リフレッシュスポットって感じかな。なんだこの草。太陽光パネルで破壊された分、俺たちは負けねえぞと反もしてますね。環境を気遣いたいなら、太陽光パネルを撤去して、植林するのがいいと思います。この辺りものどかですね。インターネットで口論とかしてなさそうな、平和な人たちが集まっていそうです。私みたいに来ちゃった分を見て判断するんじゃなくて、そもそもそういう活動をしていない感じ。やっぱ YouTuber ってクソだわ。脳機能障害と対人能力が、人並みに回復した後だとなおさらな。奥の方にあるのはバーベキューの施設でしょうか。週末はこういうところで過ごしたいもんですね。私はキャンプブームを、絶対めんどいだろと一歩離れて見ていますが、自然も知らずにネットばっかやってるから、鬱になって精神とき狂っていくんでしょ。幼少期に、健康的な細菌を体内に取り込めなかった。そんな若年層たちよ、社会は厳しいぞ。言うて私も、四六時中下痢ってるような、幼少期からの病弱タイプなんですが、死んでたはずの場面で死ななかったからといって、健康体で健やかに生きられるというわけではないようだ。この後どうしてたかな、確か普通に帰ったんですよね。緑が青々としてるのはそのはずだ。だって9月10日あたりが撮影日だもんな。とんかつ定食を食べて帰りました。サクサクで本当に美味しかったです。サービスエリア飯、割高だが、その場で揚げる系はあまり外れない印象だな。次は豊田市の山奥、国道153号線の脇の旧トンネル区間です。確か、旧伊勢上トンネルって言うんですよね。
WRC のコースにもなってました。名古屋市の平野を渡ってから、恵那峡トンネルの向こうの飯田まで、山奥を渡っていける153号、もう新トンネルが整備されていますが、実はそっち側も、手狭なサイズなんですよね。こっち側で間違いなさそうだ。心霊スポット、覚悟していくぞ。うわぁ、嫌な雰囲気してやがるぜ。幽霊が乗ってくるって言われてるらしいですね。バカじゃねえの。まずその脳内のバカを下ろせよ。うむ、対向車問題なし、トンネル内に障害物見当たらず、路面がガッタガタですね。あと、湿度が高くて単調な明かりの繰り返しでジメジメ。とにかく気味が悪いですよ。山賊に前後封鎖されたら逃げられないし、お化けなんかどうでもいい？私は人間が怖いですね。なんだ、なんか捨てられてる？適当に踏んだらパンクしそうな穴ぼこがありますね。ここもひでえな。おい、どこにタイヤを乗せるか見定めながら、埋まったりパンクしたりしないようにクリアだ。はぁ、なんとか助かったぜ。お化けよりパンクが怖いよな。あと、大学生同士で深夜に行ったら、道中で居眠り事故を起こしたのを、お化けのせいにする人とかもね。今左側に、民家あったよな。すげえところに住むよな。黒猫ヤマトのトラックも来るんだろうけど、そっちの方が辛そう。そして一気に路面が悪化したよな。例によって雨だし、枝で散らかってるし。おまけに霧も入ってきやがった。なんか左に、ガードレール代わりの岩みたいなの見えない？気味が悪すぎるし走りづらいし、何よりもフェンダーが泥だらけになるっつーの。さっき集落がどうとか言ったけど、こんな道を通らないとたどり着けない先とか、やってられないでしょ。平均時速は15キロ程度まで落ちる。距離の間隔が4倍以上に感じられる。たかだか4キロ程度であっても、通過するためにどれだけの時間と、神経を消費してしまうのか。やっと本線に戻ってきましたよ。少し狭いが十分機能する、153号のトンネル。あんなクソゴ道をくねくね回らなくても、アクセル踏んでるだけで山を抜けられるんだ。トンネルっていうのは偉大だぜ。さっき右折した場所に戻ってきて終わり。はぁ、来た分戻らなきゃ。また大きく場面変わりまして、名古屋の北東、瀬戸市の中心部に来ています。ここら辺は、川を挟んで、一方通行になっているんですよね。それが幻想的な景色を生んでいて、流していても美しさが味わえる区間です。目的地にするような場所なのか知らないけど、瀬戸市を抜けるときは、この道を通過したいですね。さっきの旧伊勢神トンネルとは別の日なんだが、実はこの日も雨なんだよな。天運も健康も安定した収入もない、ほんとクソみたいというか、その化身の人生ですな。ここから先、とあるくねくね国道を通って、しばらく東へと登っていきます。まだ住宅あるんだけど、道も狭いし、カーブも急だし、時間帯によっては交通量多いし、車離れを嘆くような人って、道路混雑で苦しんでるんじゃないの？なあ雨男よ、霧が出てきたぞ。少しは気持ちよく流せると思ったら、どうしてこんなことになるんだ。乱反射するからハイビームはやめた方がいいっていうが、それでも使った方が、見やすいと思います。そして爆光ホグ、対向車の目つぶしと、ドキュンアピールにしかなってない迷惑パーツだが、役に立つんだろうか。リアホグもそう、夜の雨の中央道で使ってる人いるけど、迷惑以外になってないんだよな。特に厄介なのが、片側だけ光るやつな。1キロくらい遠くから見ると、どうなってるのかわからないんですよね。さて、あからさまにオービスありそうな住宅街、霧との組み合わせ、無駄に神経がすり減っていく。そしてここ数日、なんか左のまぶたが痙攣するんですよね。夜間ドライブでも真っ先に眼球が限界を迎えるし、本業もパソコン仕事だから、健康な人生とは言えませんな。今に始まったことじゃないがな。道が空いてて走りやすいのはいいんですが、動画で見るとクソ単調だし、鹿が飛び出してくるし、夜は微妙ですな。おまけに健康習慣的にもよろしくないし、雨との組み合わせは、交通事故のリスクも跳ね上げる。行ったことのない道に入ってみることに、どこに通じているのかも知らないのですが、狭い。高度を一気に上げていくぞ。瞬間燃費計の数値は気にするな。ここで左。山を一つ越えて、ダムの上まで来ました。正体不明な駐車場みたいなのあるし、相変わらず道はわからないし、こんなのばっかだな。ここで対向車か。はい、ダムの上のところに来ました。深夜に来るせいで、何も見えないな。ここも心霊スポットか、飛び降り自殺発生場所なのだろうか。少しだけ東側に進み、今回の旅で目的地とした道の駅へ、木造水車が名物なんですよ。どうせ映らないけど。おまけ、追い越し車線ずっと走るしエンタ。いつ旅に出てもいるよな。使わないと判断して削除してしまったようで、これが最後です。ドラレコのループ録画から撮ってきたので、画質が悪すぎてボツ。しかもまた雨。レンタカースポーツカー、3台乗った日の移動版ですね。はぁ、ここを合流するのか、地獄だな。切れ目を見つけて、ガツンとアクセル踏み込んでいくしかないんだ。法定速度なんて、こんな時間の首都高にはない。発煙筒が置かれてるけど、誰か事故でも起こしたか。高速降りてきてこのマジ基地合流。は？
全然見えねえんだけど危なさすぎるだろ。はみ出てるように見えるけど、ギリギリ車線内に収めてますぞ。東京都内に降り立って30秒でこれとか、今日はハードな夜になりそうだ。そしてすぐ U ターンなんだ。おっといきなりここか。また奥が見づらいよなぁ。ほんと危ないだろこれ。どのくらい危険かって、軽自動車の加速力じゃ、安全な合流は無理ですね。桜みたいな EV なら大丈夫だと思うが、もっと出だしが遅くてでかくて視界悪い、大型トラックとか普通にいるわけで。運よく入れましたが、これは急加速こそ必要。都内でエコモードは無理。こんなにアクセル踏む人たちに混じってたら、カタログ60キロの PHV でも、38キロあたりまで航続距離落ちそうだな。今目の前のタクシーが、すごいマニューバで右折していきましたね。ここの左折がまた怖いんだよなぁ。雨の深夜って、交通安全的には本当に条件悪いぞ。なんかエンジン切って降りてる。東京の民度は知らないが、都心部だから土地代高くていい。そうだとは考えづらいよなぁ。ちょっとだけ狭い道を走りまして、最初に借りるは初代86、近くのコインパーキングへ。あの例の、車内にみかんがあったやつな。さてスープラのある代官山エリアへ向け再出発です。狭い道を抜けていくようですね。首都高で速度違反するより、こっちで40キロ出す方がよっぽど危ない。法定速度なんか、下道は危なさすぎて守ってられないし、高速道路じゃ遅すぎて守っていられない。一瞬だけ公園のトイレを借りてきました。タクシーがビュンビュン通る中に混じり、東へと向かいますよ。路中があるし右折待ちがいるし、タクシーたちの速度が速いし、カオスですねー。右から入ってきたタクシー、なんかフラフラで危ないぞ。第一車線なんか路中ばっかで使いもんにならねえ。バス専用表記もあるし、左折直前に入るもんだぜ。車同士の距離感がむちゃくちゃ、その高機動はベトナムのバイクを思わせる。というかジャパンタクシー多いなー。これ全部人間が動かしてるのかよ。カオスな大通りに混じって右折。日本車にまみれ、日本の人にいながら、日本って感じがしないですね。また車線幅が狭く、路中が多い道に入ったが、なんだこれ、はみ出しながら走るのが一般的なのか。そんなこと問いただす人は、多分交通の流れを塞ぐ、迷惑な運転をしてることでしょう。さあ、ここら辺で左折だ。スープラの帰りと同じ道ですね。いやー狭いこと狭いこと。そして車のラインナップな、ベンツにアウディにポルシェに G クラス。おまけにテスラまで止まってますよ。まさか、ここら辺が自宅なの？はい、さっと止めてスープラ行ってきます。このプリウス、小回りは効くけど前後超長いからね。慎重に抜けながら、皇居を回るように、渋谷から秋葉原へ向かうよ。今回一番の大移動だね。ちょっと、左からベンツ来てるよ。は？お前ら何してるんだよ。ベンツの方もスピード出しすぎですね。流れから飛び出すなら自己責任ですよ。運転することに必死で、東京都内の観光とか、そんなボケたことしてる余裕がない。前の方の路中や横断ザルだけじゃなくて、後ろの車の動向も見ておかないと、ウインカー出そうが、さっきみたいに接触だ。なんだこれ、ショートカット高架線みたいなのあるぞ。どういうつもりなんだ、金あるよなー。カーナビには表記がなかった。二次元平面図では、東京には通用しないというわけだ。ここもまた変則的な左折だよなぁ。前のタクシーは歩行者確認してたのか？コーナリングスピードが速すぎる。こんな時代に道を覚える必要性は疑問だが、カーナビ頼みじゃ不十分なんだ。その場で進路を定めるためには。長い道のりに感じましたが、まあ渋滞なき深夜にタクシーに混じれば、東京と横断は楽だよね。手頃な駐車場を見繕っておいたので、このまま Z を借りに行きましょう。は？狭くね？これ駐車場として作られた施設じゃないな。空きスペースを強引に、コインパーキングとして整備しただけだ。というわけで PC 内のデータを一通り使い切ったので、ここら辺で動画は終了かな。ここのパーキングエリア、すごく独特な形状してますよね。料金所出口にいきなり置くなんて、実に東京都内らしい。駐車マスも少ないし、長居できるのは実質エビナが最後ですな。はぁ、この後はどうしようか。京都にレンタカーの、レボーグでも借りに行こうか。はい、ご視聴ありがとうございました。